ポンバヤンの戦いは、1370年12月4日に、フランス西部のポンバヤンで起こった、フランス王国、ブルターニュ公国軍と、イングランド王国軍の戦いである。100年戦争の戦いの一つで、フランスブルターニュ軍が、イングランド軍に勝利した。戦闘は正確には、ポンバヤンと、近くのバースで発生した。 小規模な戦闘ではあったが、イングランド軍が壊滅し30年にわたる、無敵神話が崩壊したという点では影響は大きかった。イングランド王国とフランス王国の間では1337年から100年戦争が続いていた。フランス軍はクレシー・ポアティエで大敗を喫するなど、戦況はイングランド優位に進んでいた。1360年にブレティニカリワ平常役が、 結ばれ、アキテーヌ、カレーなどのイングランドへの割動などが決まった。イングランドの捕虜となった、ジャン2世の後を継いで即位したフランス王シャルル5世は、敗戦による財政難に対処すべく税制改革を行い、外交政策も転換するなど、体制の立て直しに尽力した。シャルル5世に司令官に任命される、ゲクラン1370年8月。 ロバート・ノールズ率いるイングランド軍の騎兵6戦が華麗に上陸し、フランス北部で帰港を行った。9月24日にはパリに接近し、フランス軍を海戦に引きずり出そうとしたが、フランス軍は誘いには乗らず、10月までにさらに南進してバンドームに進軍した。ノールズはロワール川とその支流に挟まれた一帯の城や修道院を占領して駐留部隊を配置しつつ、 ポワトゥかもしくは南ノルマンディ方面へ進撃できる体制を整えて待機した。これはイングランド王エドワード3世とナバラ王カルロス2世の間でナバラ王の領地である北ノルマンディをイングランド軍の拠点として提供するという協定が締結されるのを待っていたためだったが副官たちはノールスのこの態度が積極性に欠けると非難した。彼らはノールズを 老いぼれの海賊とあざける野心家のジョン・ミンスター・ワースという騎士を首領に祭り上げた。フランス王シャルル・五世は帰下で最も有能な騎士ベルトラン・デュー・ゲクランを総司令官に任命し、ノールズ軍の撃破を命じた。11月に入り、ゲクランはカーンの町でオリビエド・クリスソン率いるブルターニュ兵などの援軍と合流し、その兵力は4000となった。また、 1200人の別動隊がシャペルローの町に結集し、主力が北からノールズ軍に進撃したのと連動して、東から敵の背後に向かった。フランス軍の接近に気づいたノールズは包囲される前にブルターニュに交代しようとしたが、主戦論を唱える配下の諸将から猛反対にあった。結果的にイングランド軍は分割されることになった。ノールズは、 自らの主兵を含む部隊を率いて、西方のブルターニュに撤退し、残りの4000の部隊は3つに分かれて、ロワール渓谷に残った。3部隊のうち1つは、ミンスター・ワースが率いた。屠殺者の異名を持つクリスソン・メクランは12月1日に、カーンを立つと強行軍で3日には、ルマンに到着した。そこで、30キロ南方のポンバヤンから前にかけての一帯に、 イングランド軍の2部隊が野営しているとの情報を得ると疲労困憊の敗下に再び進撃を命じ4日の夜明けにポンバイアムを吸収した。冬を襲われたイングランド軍は町の北に逃れようとしたが追いつかれラフェーニュの城壁の下で白兵戦になった。フランス軍に損害を与えたもののイングランド軍は指揮官が捕虜となり壊滅した。百年戦争を通じて 戦場を支配してきたイングランドの長久兵は効果的に配置されておらず、フランス軍の戦列を打ち破ることができなかった。この時、前へのイングランド軍には、東からフランス軍の別動隊が接近していた。イングランド軍は町を放棄して、南に逃れ、要塞化されたバース大聖堂に立てこもろうとしたが、そこにフランス軍別動隊が襲いかかった。 ポンバヤンでイングランド軍を破ったゲクランがバースに到着した頃にはイングランド兵は皆殺しされていた。ミンスター・ワースの部隊はなんとか戦場を脱出し、クリッソンのブルターニュ軍の追跡を交わしながらノールズの後を追ってブルターニュまで逃れた。イングランドの敗残兵300人と各地の城の中屯部隊は南のボルドーまで逃れたが、 ロワール川を渡ったところでゲクラン率いるフランス軍に追いつかれ、ブレシュイール城の城壁の下で全滅した。城はイングランド軍が押さえていたが、廃山兵のために城門が開かれることはなかった。ブルターニュで冬を越したノールズとミンスターワースは、ブルターニュ半島の先端のサンマチューの港からイングランドに渡ろうとしたが、クリッソンの必要な追撃を受けていた上に船が2艘しかなかったため、 ほとんどの兵は置き去りにされ、フランス軍の餌食となった。帰国したミンスター・ワースは敗戦の責任があるとして、ノールズを訴えた。1372年7月に判決が下り、責任を負わされたノールズは領地を剥奪された。一方のミンスター・ワースも、ノールズを中傷したとして逮捕されたが脱走して、フランスに渡り、フランス王の敗下となって、祖国と百年戦争を戦った。 ありがとうございます。